はい、というか皆さんどうもこんにちは、ゆるりです。今回マインクラフトやっていきましょう。今回はネザーの岩盤にですね、穴を開けた人がいるってことで、ちょっと今回それを見ていこうかなと思います。ということで皆さん、よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価すると、まあ今日も特にねえなまあよかったらよろしくお願いします。ということでやっていきましょう。まあということで、なんかネザーの00に岩盤に穴を開けた人がいるらしいんで、ちょっと見ていこうかなと思います。まあツイッターでチラッとは見たんですけど、実際はまだ見てないんでね、ちょっと見ていこうかなと思います。ということで、じゃあネザーまで行きましょうか。さあ、ということでネザーにやってまいりました。めちゃめちゃネザー、ちょっと待って、なんか、めちゃめちゃ、何これ、なんか正方形に近い形で穴開いてんだけど、あれ、ネザーってこれ普通だっけ。こんな何もうわ、もうバリバリわかるような穴開いてることなんてある普通。もうだいたいまあ00らへんだね。マジ、これすごいねこれ。うわーすげー、綺麗に開いてんなここ。もう多分どんどん広くなってくるんだけど、いずれ岩盤消えそうだなこれ。初期スポンジ点の。いやーこれすごいなー、めちゃめちゃもうぽっかり。別にこれあれですから、僕たちが何かやったとかじゃなくて、本当にピストンとか使ってやったんだねこれ。誰かやったかとかね、ツイッター見てもらえば分かるんですけど、まあなんかいろんな人がこうやってるみたいなんで、すげえなと思うわよく穴開けるよ本当に、ね、穴開け名人の人なんですかね。穴開けるの好きな人なんかな。すごいねこれ、もう本当にもうぽっかり穴が開いてる。あーで、なんか地下どうなってんの、地下っていうか下どうなってんのかな。下はまあ普通だ。なんか下もなんか若干なんか綺麗になってね。これ絶対誰かさ、下も穴開けたよねこれ。だってこんな、だって普通こんな感じでしょ岩盤って。ここないじゃん岩盤。どういうこと、ここの岩盤が消えてるんだけど。ここ普通なんかあるはず、ここないよ岩盤が。ここだけ綺麗にないんだよ。だってほらこんなゴツゴツしてるはずね、ここだけ綺麗に。まさか偶然ってことないでしょ。すごいなこれ。でなんかしかもなんか作ってる人いるしこれ。あーなんか今レッドストーンが見えたこれあれでしょ、これみんなの穴開けてるんやなこれ、ね、岩盤を。岩盤穴開け名人めっちゃいるんだな。しかもでっかいポータルあるし、すごいなこれ。いやーなんかちょっと久々に面白いの見たな。なんか毎日投稿し始めちゃう、毎日投稿し始めて最近ちょっとまひってるけどさ、まあなんかすごいね。まあ今後ともツビツビ盛り上げてくれたらいいなと思う。でそうですね、まあ1.1なら楽しみですね。1.1なら、いやーちょっと未だまだペーパーとスピゴットは出てないんでね、いつ頃出るんだろうね。ちょっと早く生活サーバー開けたいなって思いつつ、まあ、ちょっと楽しみ待ってるんで、まあ今なんかペーパーとかスピゴット作る側もなかなか大変みたいなんでね、ちょっとまあ急がせずにね、まあちょっとまあ多分2週間ぐらいかな、多分1週間から2週間ぐらいかかると最低見積もってるんで、まあそうですね、ちょっと僕はすごく楽しみです。はい、ということで本日の動画これで終わりです。ということでまたよかったら見てください。ということでまたお会いしましょう。じゃあねみんな、バイバーイ。